うまい、うまいよホムラ。うまうまだもん、ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった、久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。でも不思議だもん、ホムラちゃん火を使うブレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな、あのカグツチとかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うブレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界にはエーテルっていう属性の力があるもん。火とか水とか風とか他にもいろいろあるもん。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするもん。で火は水に弱いもん。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。全く衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もうもうもう、火じゃないのになんで火の力使えるも？それには結構複雑な事情が。どうしても？その複雑な事情すっごく興味あるも。それはその。やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい、そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さ、それよりニアを助けること考えよう。まずは町に出て情報を集めないとだもん。ふん、しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん、トラにいい考えがあるもん。